こんにちは、バーバです。今日はこの蓋のついた箱の作り方をご紹介します。蓋が本体にくっついている形で、このように蓋を開け閉めできる、とても便利で可愛らしい箱です。このように小物を入れたり、ちょっとしたお菓子を入れたり、いろいろと活用できる、とても便利な箱です。ではこの箱、早速作っていきましょう。用意するのは15センチ四方の折り紙が2枚です。あと形を安定させるために最後糊を使うので、糊を用意しておいてください。まず箱のこの下の部分から折っていきます。白の面を上にして、まず縦と横半分に折って折り筋をつけます。折り筋をつけたら広げて、4つの縁をそれぞれ中心の折り筋に合わせて折っていきます。まず上下の縁を中心に合わせて折って、折り筋をつけたら広げて、次は右と左の縁をそれぞれ中心に合わせております。折り筋をつけたら開きます。このように格子状に折り筋がつきました。次は上の2つの角を、この一番近い折り筋のこの角のところに合わせて、このように上の角を内側に折ります。次は一番上の横の折り筋で上の部分を下に折り下げます。裏返します。そして上の縁がそれぞれ中心の縦の折り筋に合うように、このように内側に折ります。下の縁もそれぞれ中心の縦の折り筋に合うように、このように角を中心に合わせて折り上げます。ここに縦の折り筋がこのように入っていますが、裏も同じようにこのようにここに縦の折り筋が入っていますが、今印をつけた縦の折り筋が山折りになるように、そしてこの横の折り筋が谷折りになるように、このように角を内側に折り込んで中割り折りをしていきます。反対側も同じように折り筋に合わせて角を内側に折り込んで中割り折りをします。ここまで折れたら、ここの2つの角をこの隙間に挟み込みます。
こちらもここの裏のところに角を挟み込みます。このようにここまで折れたら、次はこの横にある2本の折り筋が谷折りになるように、このように一度しっかり折り癖をつけ直します。それから中心にある縁を外側に開くように、このように立体的な箱の形にしていきます。それぞれの縁を形をしっかり整えたら、これで箱の下の部分が完成です。次は蓋の部分を折っていきます。まず白の面を上にして、縦と横半分に折って折り筋をつけます。さっき箱本体を折った時と同じように、外側の縁をそれぞれ中心に合わせて折って折り筋をつけます。上下左右それぞれ中心に合わせて折って折り筋をつけます。このように折り筋をつけたら、この2つの角に合わせて上の角をそれぞれ内側に折ります。ここまでは箱本体の折り方と一緒ですが、ここから折り方が変わってきます。まず上の縁を一番上の横の縁に合わせて折り下げます。右の縁と左の縁をそれぞれ中心に合わせております。そしてこの中心に来た縁を、ここの中心にあるこの横の折り目に合わせて、真ん中の縁をこのように上に折っていきます。中心の縁が印をつけた折り筋に合うようにこのように折って、そうすると上の縁が自然とこのように持ち上がってくるので、そのまま上に倒すようにして、このように平らに折ります。上の部分も同じように、この中心にある縁がここの横の折り筋に合うようにこのように折ります。このように折ったら、この中心の横の折り筋のところで上の部分をこのように上に立ち上げるようにして、そして同時にこの外側の三角形部分もこのように内側に折って、そしてこのように立ち上げます。これで蓋の完成です。さっきの
箱本体の部分と組み合わせていきます。箱の側面がこのようになっていて、ここに隙間がありますが、この隙間に蓋のこの2つの角をこのように挟み込んでいきます。角を箱本体にこのように挟み込んで、しっかりと角と角が合うように挟み込んで、そしてこの蓋を箱本体にこのようにかぶせます。これで箱の完成になります。このままでも箱として使えますが、今はめ込んだ部分やこの箱の浮いてくる部分をのり付けしておくと、もっとしっかりした箱になるので、今回はのり付けしていこうと思います。のり付けするのはこの三角形部分のこの内側のところと、そしてここをめくったこの脇の大きいこの三角形部分、今線を引いたこの部分に糊をつけて、そしてさっきのように箱本体に重ねていきます。糊を用意して、この三角形部分に糊をつけて、そして元通りに折り直して、こちらも同じようにやっていきます。そしてこの三角形部分にも糊をつけて、そして箱本体にこの角を挟み込みます。しっかり位置を決めて挟み込んで、箱本体と貼り合わせます。のり付けすることで箱と蓋の部分がしっかり重なって、このようにしっかりした仕上がりになってきます。これで完成です。折り方自体はそんなに難しいところはないですが、仕上がりはこのように蓋がついたしっかりした箱に仕上がります。このように柄の折り紙を使ったり、この箱本体と蓋の部分の柄の組み合わせや色の組み合わせなどでも、いろいろと個性的な可愛らしい箱になってくると思います。ぜひこの蓋付きの箱を作って活用してください。